輩も来ておりまして、よくあんなんで舞台に立つなと後で言われるんじゃないかとやっておりますけど、thank you.
のでございます。これをもうちょっと上手になるといいんですけども、なかなか私で、まあ、まだ17年ぐらいです。だいたい20年を過ぎてからやっと基礎ができて、40年過ぎたぐらいから、ね、そこそこ味が出てくるという世界でございます。やはりこの表に出ましてもね、やっと本当に今までよく今まで恥ずかしげもなく待ち回ってやってたなと思いますよ。本当にね、音が鳴るとかね、なんか派手な格好するとかいうので表に出たんじゃもう今まではダメだったな、もう反省の日々です。これから悔い改めていこうとね、もう離婚もしたことですから。これからちょっと美しいコーナーになりまして、でその後がいよいよ私が主演をいたします、あの国定忠治でございます。忠治旅日記という映画がありますけども、その映画に惚れましてやってるわけですけども、今回は忠治旅日記と全然違う話なんです。勝手にね、いろんなうちのメンバーでいろいろ女優がいるでしょ。私がこういう役した、ね、あの人がこんな役した、じゃあ私はどんな役させてくれるの、そういう問題がいっぱいあるんです。誰がいい役をするかとかね、そういうことをですね、いろいろあるもんですから苦労しておりますけど、それではよろしいですか。はい、それでは混声学校合唱団の Z でございます。それではお届けします、新聞合唱団。はよ一人前のピエロになりや、一人前のチンドヤになりやうて、こいさんはわての顔に化粧してくれはったんや。あれからわてはこいさんのことが好きになってしまいました。一緒に目をとんなって、チンドと仕事を一緒にして、仕事のない日曜日は一緒にカリーブを見るんや。
それでは、シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポと機関車の走る音を出してみたいと思います。そこで皆さんにご協力お願いたいと思います。今から頭の中でシュッシュッポッポと歌ってください。そうしないとシュッシュッポッポと聞こえない。お願いいたします。Yeah!
Thank you.
さんの名前は何て言うんだよ。お七と申します。お七さんだよ。で、そのお七さんはどこへ行きなすった。島田屋と聞いています。島田屋といえば大手の権蔵だ。あれはな、俺の弟分なんだ。俺が行って話をすれば何とかなるんだ。心配しねえでついてきな。はい。天下茶屋というね、西成区の田舎の方で
4時半人までやってる時に、もう明日の金もない、明後日の金もどうしようっていう時に助けていただいて、仕事がね、月に1回、3ヶ月に1回しかない時にですね、大阪の方、西日本の方で仕事に行く時に、何だったら連れてってやるよっていうので連れて行っていただきました。もう本当にその時ね、あんまり言葉には出しませんでしたけども、本当にありがたかった、その仕事が。今回を見てもらって、東京のチンジャオ8になっちゃうね、こんな立派になっちゃったらびっくりしちゃった。私もね、30年ぐらい前ならね、もうちょっとピシッとでしょうんだけども、年取っちゃったからね、おじいちゃんになっちゃったからさ、親方って言ってくれる人もあんまりいなくなっちゃったもんね。この方はいつまでもね、私のことを親方って言ってくれるもんね。本当に立派になってね、私も嬉しいです。Keep talking!
そうだ。